当たったナイス。はい、じゃあ倒しました。よかった。はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。アサルトでございます。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、まあ、僕の新しい音がですね、あのホンダのグローブの125、JC75 型、1900じゃないね、ごめんなさい、2018年式のオートバイがここに映ってますね。ちょっとね、このオートバイいろいろカスタマイズしていきたいと思ってるって、あの前の動画で言ったと思うんですけど、これからちょこちょこっとね、いじっていきたいと思ってて、そんな動画をね、いろいろ上げていきたいと思います。ね、もうすでにマフラーとかね、こう変わっちゃってるところがちょこちょこあるんですけど、買った時からこれだったので、まあ、だからちょっとお高い金額を払ってこのオートバイを買いましたけど、これからどんどん楽しんでいきたいので、自分流にカスタマイズしていこうかなと思って、まずカスタム動画をね、順々に上げていこうかと思って、いろいろパーツは頼んでるんですけど、まず届いたパーツをね、から組み上げていこうかなと思ってます。今回はこのブレーキレバーとね、あの向こうのクラッチレバーが僕ね、4本でね、指握ってるんですよ。かつそんなに指大きい人間ではないので、ちょっとね、遠いんですよ。でかつ調節もできないので、しょうがないから調節できるレバーを買おうというんでね、オートバイさんに行ったら、グロム125のその、まあ、パワーレバーっていうのが昔僕 NSR 250乗った時にはあったんですよ。ですけどグロムにはないよって言われちゃって仕方ねえ、ネットで探すかっていうんで、ネットで探したものがあります。それこれから持ってきたいと思います。よし、これじゃね、一応ね、Amazon さんで買ったね、レバー、これいくらだったっけな、2600円ぐらいだったかな。クラッチもブレーキも両方ついてるやつですね。まあ、ブラックでかっこいいなと思うんですけど、僕ネットでね、検索した時にね、このカチカチ、調節できるレバーがついてるんですけど、これ赤かった気がするね、ここだけ。そのワンポイントがかっこいいなと思ってこれにしたら、全部黒くきましたね。まあいいや、物は変わらんのです。まあしょうがないから、これをね、これ取り付けたいと思ってます。いくつかな、これかな。あ、全然でかい。これ、あ、11でやる。10で、多分上は10だと思う。これ、遠ミリ。こっちは遠ミリ。遠ミリを2つ使って外していきましょう。レバー外しましょう。あ、レバーというか、レバーを止めているボルトを外しましょう。まあ、とりあえずね、皆さん、このグロムっていうオートバイが気になる方がね、参考にしてもらえたらいいなっていう動画をこれからいっぱい上げておこうと思ってますんで、一応ね、元ブログも真面目にやっていかなきゃいけないなと思ってるので、よかったらね、チャンネル登録と高評価いただければ僕が元気になります。押すと忘れた。こんな感じで、レバーを外れました。ブレーキの方ね、リプレイ製品に変えていきましょう。これどれさなんだろうね、角度どうよ。あ、すごい角度つけられるかもしれない、これ。相当インに入りそうだね、これね。これはいいや。よし。しかも、ボディと同じ黒で。あ、ワンポイントでかっこいいね、これはこれでね。あ、いいぞ、いいぞ。よし、OK。これ、1から6段階あるんですけど、6が一番遠いのかな。で、1が一番近くなるみたいですね。そうかね、ちょっとここが短くなっちゃうのかな。まあ、それでも少しイン側に来たかな。よし、こんな感じでクラッチ側もやっていきましょう。はい、続けてクラッチ側やります。クラッチ側はここにボルトとマイナスだね。しかも大きいマイナスだな。俺大きいマイナス持ってたっけな。で、今ワイヤーが一番短いとこ来ちゃってるんで伸ばしましょう。相当伸ばしちゃったからな。あとはハンドルも押さないとダメだね。ハンドルも押さないとさ、少し離れちゃってるからさ、よし、まあ、ハンドルをね、多分戻したらね、もっと楽だったんでしょうね。そこのところを着すんだよな。よし、これで調整していきましょう。この距離を離せばどんどん起きてきますね。よし、
ね、ちょうどいいとこ探しましょう。いいとこ探しつつ、かつダメならここでダイヤルでいじれるんで、あ、これ本当に便利ね。とりあえずこれベタンで一応後で探しましょう、乗りながら。はい、とりあえずこんな感じで着きました。よし、よし、こんな感じでね、あとは乗ってみて試してみたいと思います。はい、すごく近くなったのはいいんですが、すごく近くなったのはいいんだけれども、その分レバーのね、長さ自体がそもそも短いんで、こういうとこ難しいな。いや、それでもノーマルよりは楽。うん、小指が引っかかんなかったんですよ、前遠くって握ってからやっと小指に引っかかる感じ。そうだね、鼻から小指に引っかけなかったんですよ。特にクラッチはね、本当に遠くやった。まあだいぶマシになりましたね。あ、よかったよかった。あとは次は、次やろうとしてることですね。次はね、またシフトペダルもこれいじれないんですよ。シフトペダルとブレーキペダル、これもね、もうちょっとね、イン側にしたいんですよ本当は。いやでもブレーキは本当に握りやすかった。めっちゃ握りやすかった。もうブレーキが遠いのがね、すんごい不満だったんですよ。もう多分このオートバイの中で一番不満だった、変更が容易ではない中では。ミラーも不満でしたけど、ミラーはね、たまたまね、余ったミラーがあったんで、それをとっつけましたし、あと次の不満はなんてったってやっぱなシフトペダルだね。シフトペダルが、調節ができないので、そう、ちょっとね、もうちょっと低いところ欲しいんですよ。下げたいんですよ。下げるためにはもう根元から出てるリンクそのものを外して別のものに取り替えなきゃいけないっていうんでね。で、そのペローボールリンクって言うんですけど、ペローボールリンクももうこれも買ってあるんで、近々やってきます。そんな感じでね、どんどんカスタマイズしていきますよ。はい、そんなわけでね、この先のこのグルム125が気になる方は、チャンネル登録 と、高評価よろしくお願いします。本当に僕ね、あんまり動画内でこういうこと言うのね、好きじゃないんでね、青の弱なんで、なんですが、まあさすがにモチベーション上げていただきたいこんな感じでよろしくお願いします。それではね、じゃあね、バイバーイ。